おはようございます。影丸です。今日もまたインプレッサーを撮影にやってまいりました。海遊館の裏側ですね。今日は VAB の体後足回りにしてほしいということで、今日はちょっとご一緒にご覧いただきたいと思います。VAB の純正、タイプ S ではない方の、まずホイールの方なんですけれども、アルミの18インチですね、8.5J、オフセットなんぼか忘れたんですけれども、タイヤの方のサイズは245、40の18インチです。で、純正タイヤで履いてるのは、ダンロップさんのスポーツマックス X っていうやつですかね。これが VAB の純正タイヤの方になります。ですね、歴代のインプレッサーの純正タイヤは、いわゆるブリヂストンさんのポテンザーですね。前の VAB の時は、RE050E か A っていうやつですかね、が入ってました。グリップは抜群に良かったですね。ヘリも速かったです。で、ダンロップさんの、こちらのスポーツマックス X っていうんですかね、のタイヤの方は、タイヤのヘルス指数が240です。で、前のブリヂストンさんのタイヤなんですけれども、RE050A か E っていうやつですかね、すいません。は、140ですかね、タイヤの。ヘル指数がめっちゃヘルタイヤで食いつきも良かったです。で、こちらのタイヤの方もグリップはなかなかいい感じで、和歌山の峠ドライブ行ってきた時には、割に無理して2コーナー目、コーネ上げたんですけれども、トラクションもしっかりかかって、あんまり泣くこともなくて、非常にタイヤのグリップも、中速域ではいい感じでした。あと、サスペンションの方は僕よくわからないんですけれども、見えますかね、黒いコイルスプリングのところがサスペンションになるんですけれども、速さなんですかね。乗り心地は割に、いい感じです。突き上げ感が全くないっていう感じですかね。乗り心地は、最高にいいです。で、あと、ロールとかですよね。和歌山でマージン3割取って1コーナー2コーナーと突っ込んでったんですけれども、そんなにロールはほとんどなかったみたいな感じで、純正味でも中速域3速全開やったら、なんとか持つんじゃないかなって思ってますね。すいません。あれリア側のサスペンションはどこにあんのやろ、見えにゃい。よっと。あ、おったおった。タイヤハウスに隠れてるんですかね。これはマフラーのエンジンの熱を遮蔽するカバーですね。遮熱カバーです。あれリア側のサスペンションタイヤハウスに隠れて見えてへんのですね。ほら何も見えないです。すいません、ちょっと暗くて見えないんですけれども。あとどうでもいいことなんですけれども、このエアインテークのダクトですよね、ヘナヘナなんですよ。こんなんで大丈夫なんかな、ヘナヘナですよっ、入るかな。今日はすみません、以上です。何か他どっか見たいところあれば、リクエストいただければ撮影してまいりますので、よろしくお願いいたします。それでは簡単なんですよ。失礼させていただきたいと思います。